ファーゴは、かつて、イスズ自動車が製造、販売していた自動車である。ワゴンとバン、トラック、そしてマイクロバスが設定され、翌年発売の同社のピアッツァにも通ずる、ガラス面積を大きく取った、滑らかなボディスタイルであった。ワゴンモデルは、リアゲートのアウターハンドルが左右に2箇所あり、どちらからでも開けられるなど便利な面もあったが、外観が地味であったこと、知名度の低さ。 イスズディーラーの販売網の関係もあり、さらに 4WD モデルには最後までナビ5を含む AT が設定されなかったため、販売数の大半が商用モデルで、乗用車としての売り上げは他社のライバル車と比較すると惨憺たるものであった。その後、装備の充実を図ったり、遅れながらも AT 車を追加し、さらにイスズの乗用車事業から撤退した後もしばらくは、 自社で開発、生産されていたが、SUV 車がヒットしたことも、相まって、当初からの地味なイメージは払拭できず、二代目モデルは、いすずの経営再建の都合上キャラバンの OEM モデルとなった。初代ファーゴトラックホールデンシャトル二代目ファーゴ版。ありがとうございます。